咲いた咲いたいろんな花。寝るなー。さあ、じゃあ今日は早速ガチャガチャをやっていこうかなと思うんですけど、もうさ、もうこれもう全部引くわ。全部引くわ。コインいっぱいあるし。おい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 おーい、全部ガチャガチャを引いていく。さあ、そして激入り、なんだっけ、すごいレアだっけまでちゃんと出していって。かわいい。牛。あの最初のステージのやつだな。そして汽車。いいね、汽車。ほんで山。川とかあるんじゃない？黄色い車。黄色い車いいね。山とか。どん、ん？ど、レンクゴミ箱。最後なんだろう。川とか。川じゃないんかい。赤い屋根のお家。なるほど。じゃあ、ちょっと、どうしようかな。え、汽車いいな。頭にもついてる。めちゃくちゃ可愛いじゃん。え、待って。かわいい。写真撮ろう。これでいきます。さあ、コンプリート。お金さえあればコンプリートできるって感じだもんな。え、めっちゃ可愛くなかった今の。ちょ、気に入ったあれでやろう。よっしゃ。じゃあ、今回、この咲いた咲いたいろんな花、フラワーランドからやっていくんだけど、前回ね、分岐の地点まで出てきたんで、まあ、どう行くかって話なんですけど、まあ、普通だったら、多分、真ん中から進んでいくんだけど、ちょっと俺は下から行こうかなと、ちょっと思ってますね。なので、早速、ま、やっていこうか。咲いた咲いた、いろんな花が、さあやっていきましょう。これね、ずっとやりたかったんよ。ただね、昨日かな、多分このゲームできなくて、まあ、ちょっと、動画外でやったみたいな感じなんだけど、動画外で、ま、何をやったかっていうと、まあ、動画内で取り切れなかった部分。をコンプリートしましたね。で、裏ルートの部分に関しては、俺ちょっとまたおいおいちょっとやろうかなってちょっと思ってるんで、今はまだやってない感じです。だから、まあ、ちょっとずつやろうかなとね、思ってるんで、そこはちょっと、一旦放置ということで。さあもう、だって、おお、なんだこれ！なんだこの花のなんかよくわからないやつは。なんかこの辺にもなんか仕掛けが、非常にありそうではありますが、ちょっと音量上げていい？やっぱこの大音量でね、やっぱりね、この何、何ヨッシークラフトワールドはね、遊んでいかないとね、ダメですね。長女倒してって、なんだなんだこれ、ほい。ん、何やったんや。何やったんや。何これ倒せない、このチューリップは。もう、咲いたって言ったらもうチューリップしかないと思うんですけど、あ、ごめん、兵法。やってもう、これ食われるな。あ、食われるとかじゃなくて、時間で開くみたいな、そういう感じなのかな。さあ、しっかりとあれを倒していって、さあ、赤コインゲット。赤コインゲッチュしてって、なんかあのパックンフラワーも怪しい気は、正直してはいるが、なんだこれ。お、ヘイホーちゃんが、ヘイホーちゃんがここにおる。で、ここにしっかりと、ハテナがあるのを確認して、かわいい！買いたい！買いたい！このヨッシー！かわいい。そして山になる。かわいい。たまらん、かわいい。ハムスターかよ。しっかりと。てて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 て。BGM が神です。マジで。ん？ちょっと待って。あ、待って。やばい、卵なくなった。多分卵をぶつけて取るみたいな感じだ。うわー、卵になる前に。ハートになってもうた。それはもうちょっと良くないわ。瓶の中に入ると。さあ、コインが取れると。うわ、ちょっと待って。卵を手に入れてちょっとあそこに戻りたいな。卵で、おー、おもろ。あ、チョロプーだったんだ、さっきの仕業。ちょっと待って。こいつら卵にして。卵にして、オッケー。じゃあちょっと一回戻ります。オッケー！しっかりと煮込みのフラワーゲットしていって、これまださ、俺やられるっていうの、やられる画面をまだ、やられるというか落ちたりとかさ、やられる画面をまだ見てないから、ちょっとまだ実感が正直あまり湧いてはいないんですが。おっと、なんかありそうな気がしたよ。なんだ？あ、ここに3つ！はい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 。なんかね、結構ね、やってみた感じ、結構ね、いろんなとこを詮索しないと、このゲーム、達成できない。いって。卵にしてやろう、お前ら！
可愛すぎて登れん。よし、頑張れ。よし、オッケー。なんかあんだよな、あれ。見えてんだよな。ほい！あ、ここにゲッチュ。よいしょ、卵にしていって、しっかりと全部の、このクモさんたちを、おやっほーということで、取っていく。あ、ここに臭い。音が。やっぱりな。ビンゴ。おー、びっくりした！ビンゴということで、これ逆になんかさ、隠れたんだ、かわいいな。ちょっと待て。ちょっと待て。ちょっと待て、チョロプ！興奮するな。で、この、これ今さっき投げれんかった？気のせいか？おー、いいね。かわいい。これ多分下とかにもなんかありそうな気がすんだけどな。これな、これなんもないのかな、これ。なんか、なんかめちゃくちゃなんかありそうではあるけど。なんもないのか？果たしてこれは？ああ。向こうに投げる系。はい。はい。よいしょ！はい。しっかりと花を攻略していく。やっぱそうじゃん。やっぱお前らじゃん。逆に兵法としての姿として、今折れることがすごいな。これは？あ、これは安全地帯なんだ。チョウチョウ！見つけたよ、チョウチョウ！チョウチョウ！え？チョウチョウ！オッケー。チョウチョウワンコンボ。チョウチョウワンコンボしたのはいいけど、卵がなくなっちゃったな。めちゃくちゃコインくれるよな。んで、はい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 。卵あんまりねえから、無駄遣いはできないが。オッケー！しっかりだ、ここに。ここにもいないか？いないかな？ん？いな、ん？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 なんか、いやあれ、兵法が持ってるだけか。いや、ちょ、一応投げとくか。あ、卵なかったわ。卵な、あ、なんか顔になってるこれ！かわいい。ちょっと待ってね。これ多分なんだけど、多分ね。長年の勘ね。はい、なんでもないです。これか。なるほど。は？あ、そういう感じ？びっくりした。あんな速度で帰られたら絶対無理やんと思ったけど。さあ、フラワー5個目を、バチか。5個目じゃない？なんで？あ？わかんねえ、そんなの。できたけどさ、まさかの、まさかの出来事すぎて。でもここしかなかったもん。いや、この花束に隠れてるかなと思ったけど、あったわ、よかった。よし、やっと安全先に据えるわ。なんかこのゲームに俺が慣れてきたわ。なんかもう、どういうので、どういうとこで何が出てくるかっていうのが、なんとなくわかるようになってきたわ。まあ、さっき取るときにたまたま言ってるだけなんですけど。さあ、卵投げて、赤コインが、紛れて、いないと。いないよな？いないと。赤コインが紛れて、赤コインが紛れていないと。これは、黄色だけなんだな、ヒップドロップして。なんか、先に連れてこれるのは。てて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 てかわいすぎ、マジで、もうちょ、BGM がね、もう可愛すぎてキューティングなんだわ、このゲームすべてが。ヨシオのすべてがキューティング。そして、あそこに蝶々がいるのが見えた。蝶々！はい、ワンコンボ。まあ、蝶々まだね、多分やる、何？蝶々をやるタイミングでは多分なかったんですけど、しっかりと回っていって、ハーブスター、ハーブスター。可愛いな、お前、ほんとに。で、あそこの中に、あるんですけど、ああ、普通に開いた。普通に開いた。いってえな。え、それは予想外。それはごめん。それはごめん。あ、蝶々になってるわ。本当に予想外すぎた。山。かわいい。偽装も完璧と。山ヨッシーかわいすぎんな。あ、いや。ドラヒップドロップして。オッケー、赤コインもしっかりとコンプリートして、これ完璧なんじゃない今んとこ。ちょ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 。かわいい。かわいいなぁ。え、なんかコメントもいただいたけどさ、やっぱこのゴールする画面の、
音楽とヨッシーたちが可愛すぎて、なんか俺も黙っちゃうんだよな。さあ、初見完全コンプリートしていって、ねえ、せっかくなんで、まあ、色は今回このパートは赤でいこうかなと思うんですけど、まあ、ちょっとお金がないので、ちょっと今回のガチャは一回スルーしましょうか。で、チョロプー退治行く前にちょっと着替えたいな。せっかくなんで、違うやつでも行きたいんだよな。何で行こうか。あ、待って、牛で行こうか。牛で行きます。チャレンジ、チョロプー退治。さあ、やっていくか。じゃあ、今回はこれで終わりだな。だな、ちょうどね、なんかね、歯切れが良くなったから、一本の一つの動画で、なんか二つぐらいステージやれば、ちょうど良くなったんで。ヤヒン！お！ロボのやつと一緒だな。チョロプーを倒せばいいってことか。で、チョロプー退治1。ちょっと待って。チョロプー退治2。これ多分奥側にも来るってことだよな。その流れ的に。はい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 。なるほどなるほど。で、あいつを倒す。オッケーオッケーオッケー。で、極力卵にした方がいいな、これは。極力卵にすることによって、待ってよ。奥にいるやつとかが来たときに、まあ、投げれるみたいな、そういう感じですね。踏んで、上に行くと。完璧、無敵、最強無敵、強心無敵最強。で、しっかりとこれは10コインを取っていく。卵なんて別にいらないんですね、あんまり今には。で、なんかサザエさんみたいなやつがおって、めちゃくちゃサザエさんやな。オープニングで、エンディングか。てってってってー、てってってってー、てっ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 てめちゃくちゃやりよりやん。うふふふふふ。めちゃくちゃやってそうだな。チョロプーが、まあ、いて、かわいいな。マジでサザエさんやったな、今の。よいしょ。はい、ヒップドロップして、10コインもろとも赤コインもしっかり買っていく。何匹だっけ、チョロプー。何匹だっけ？なんか、70ぐらいって言ってなかったっけ？気のせいだっけ？ 70 もらんかったっけ？で、なんか、ひまわりからの？ひまわりからの？これ、ヒップドロップだ、許せない。何？あれができない。あぶねえ！ちょ、サザエさん！サザエさん、やっつけれんかった！ごめん、サザエさん！サザエさんやっつけずに、冷静に、冷静沈着北村春を、やばい、取れんかった。なんかあそこにね、プレゼントがあるんだよな。ちょっと待って、こっからじゃないどかんか。プレゼントをしっかりとぶつけていく。オッケー、ヒップドロップします。嘘だー！え、あ、そういう感じ？あ、待って。やばい、卵がなくなった！あ、そういう感じなんだ。俺完全に終わったと思ったわ。そういう感じなんだ。完全に終わってはないと。はいはい、そっから出れると。で、サザエさんを今度は逃がさない。ちょ待って、サザエ強すぎる。ちょ、サザエ倒すの結構難しいぞ、これ。ちょ、これ、せわしいな。意外ともっと簡単かと思ったら、なんかアイテムとか集めながらやるからかな。余計、おー、マジか、サザエさん来た。さあ、マジか、サザエさん来てからの、はい、チョロプー直治、チョロプー退治。やばい。ちょっと待て。チョロプー退治が下手くすぎる。おい、チョロプーしっかり倒して。あいつも倒したい。あいつも倒したい。お前じゃない。あいつも倒したい。やばい、1コインになってしまった。下手くそすぎる。さあ、しっかりとコイン回収して、オッケー倒す。なんだこの生き物は。おらおら。もうめちゃくちゃやん、もう。あー、逃げられちゃった、チョロプーに。これ難しい。ちょっとこれめっちゃ難しいよ、これ。67、68、69、70、70で、まだ銀か。これ金結構難しい。もう終わるんじゃない？もしかして。マジか！これ難しいな！やっちーん！お、やっほー！で、これで分岐になるんだけど、
これどうしよっかな。で、これなんかね、左に今びっくりマーク出てると思うんだけど、まあこれなんかお願い事みたいな感じなんだけど、これはね、まあちょっと動画外でやろうかなと思いますね。で、下に行くか上に行くかみたいな感じで、多分フラワーの数的に多分上行った方が楽なんだろうと思うんですので、あえてこちら行こう。メルヘンランド！メルヘンランドってなんだ？すげえ面白そうな名前をしてるんですけど。元気が出ない。あげるあげる。15個いいね。ちょ、これカッツするわ。何が来る？あ、なんか、わからんけどめっちゃメルヘン。ようこそメルヘンランドへ。ステージが3つあるのかな？ケイトの国のヨッシー？待って、ケイトヨッシーってさ、なんか前作かなんかであったよな。ケイトできなかったもんな。じゃあ次回、ケイトの国のヨッシーやっていこう。ちょ、これ楽しみだな。ちょ、これ、寝るなー！